ロードアイランド州の五軍を示す地図本項目はロードアイランド州の都市圏の一覧である。アメリカ合衆国国政調査局はロードアイランド州に合同統計地域一箇所及び大都市統計地域一箇所を定義している。下表には左列より以下の情報を示す。下表の通りロードアイランド州の五軍はすべて州都プロビデンス市を中心とした。 プロビデンスウォーウィック都市圏に含まれている。全米50州の中で、州全土が1都市圏の中に含まれている州は、ロードアイランド州ただ1州だけである。なお、下表においては、ロードアイランド州と他州にまたがる合同統計地域、及びコアベース統計地域については、名称と統計地域の総人口を、青緑色で、ロードアイランド州内の人口を黒色でそれぞれ示す。また、 他州のコアベース統計地域及び群については、その名称と人口を緑色でそれぞれ示す。下表における人口の数値は、すべて2010年4月1日に行われた国勢調査時のものである。また、合同統計地域、コアベース統計地域のいずれも、2018年9月14日時点での定義に従う。ありがとうございます。